今日は2014年の10月17日です。朝日新聞の一面にはエボラ出血熱ですね、これが広がってきて、混乱しているという話ですね。大変ですね。二面には、カジノの解禁が画策されている中で、いろんなところの首長がそれを取り込もうとしている、情けない話だと思います。そして、3面に、慰安婦をめぐる国連クマラスワミ報告というのがあるんですね。この人は特別報告官、スリランカの人なんですが、スリランカの法律家のクマラスワミさんという人が1996年にまとめたこの慰安婦の問題について、日本の政府が修正してくれというふうに要求している。でこの人は嫌だっつってんですね。吉田誠二さんが書いた文章を元にしてるんで、それは事実と違うから、修正してくれって言ってるんだけど、この人は証拠の一つに過ぎないという言い方をして拒否しているという、話がややこしくなりますけれども、私繰り返し言ってるんだけども、なんでこういうことがいつまでもいつまでも続くかといえば、日本の国家が責任を持って、事実関係の調査をして誰もが納得できるデータを示さないからですよね。この部分については明らかになっている、この部分になってはこの部分については曖昧である。でこういう人たちはこういうことを言っている、でそれを裏付ける証拠はこれとこれで、ここに関してははっきりしない。しかしこの人たちはこういうふうに言っている、人が死んでしまいますよね、早くしないとね。その頃の体験した人、実際にやった人、一番けしからんと思うのは、この人たちは言ってるだけで、書類などの証拠がないから嘘だなんていう決めつけというのは、良識ある人であればおかしいと思うだろう。そういうことも含めてね、しっかり事実関係を明確に国がしなければいけない。だっていつになったらやるんだ、そう思いますよね。誰もがそう分かってるはずなのにしない、しないというのは自信がないからだろうと思われてもしょうがないよね。少なくとも道に歩いている人を とっ捕まえてトラックに放り込んでさらってきたということがなかったにしても、しかしそれに近いようなこと、近くないとしても少なくとも本人の意向に反して性的な行為をさせたという事実というのは揺るがない。それがはっきりしてくる、だから嫌なんだろうというふうに思います。今日の歌はリリー・マルレーンですね。これはドイツの歌らしいですね。第一次世界大戦の中でドイツがロシアに攻め込もうとしているところの兵隊さんの歌らしいですね。で元の詩は自分の恋人を戦地で思い出しているという歌らしいんですけども、これを加藤登紀子が日本語の詩にしてまして、この詩だと、酒場の女ですよね、酒場の女の子を、兵隊さんが思い出してるみたいな感じで、ただその酒場の酒場に出入りしていた兵隊さんたちはもう死んでしまったんだよということで、反戦歌として
を書いたんだろう、まあそういうふうに思います。これも歌詞をつけるのが難しいですが、やってみます。ということで今日はこれぐらいにしておきます。